大好きの妻でつまぬくね、久しぶりのやつね。えー、もう一個また香川のやつね、えー。今度はこれ、動画じゃなくて全部写真なんだけど、超なんか中途半端な写真とかあの、適当な写真も入ってるかもしれないんで、これ、一発目、これ中途半端だね。なんかよくわかんないけど、何撮ったんだろうね、これね。うん、これはまあ、フェリー乗り場で待ってるところかな。うん、フェリーを、まね、待ってるところだと思うんだけどね。あ、これね、フェリーの写真ね。 第一印象でかいよね。なんかこんな、こんなのに乗っていくんだみたいな。めっちゃ思った。え、すっげえと思って。これ一日何往復もしてんでしょちょっと燃料代すごくないとか。これ運行してて元取れてんのかなとか。なんかすごいいろんなことが気になったけれども。あんまフェリーって乗ったことない。あんまっていうかないのかなまあ、あかんこのね。マリも見るぐらいしか乗ったことないから。 ね、これはあれだね初日のもう夜真っ暗になっちゃうよって言われながら行く時の写真です。<laughs> どうしようさっき喋ったからあんまもうしゃべることないけどまあね結構ね乗るなっていう印象人乗るなっていう印象でしたそんなに人口いないと思うんだけどねその小豆島にはねでもね結構人乗るんだなーっていうね印象を受けましたね でこれがフェリーから見た高松市高松市っていうのがね都会でめっちゃびっくりしたんだけどやっぱ北海道と違うなっていうのはこう街がねぎゅっとしてるからなんかぎゅっとして上にバッと伸びてるみたいな <laughs> 感じであのー、まあ、人もいっぱいいたし建物も新しくてうん。え高松って都会なんだなって いう印象でしたこれもねなんかこういう風景もなんかあんま見れないなと思って多分撮ったんだと思うんだけどまあ本当にね12月末なのにね緑が多くてでまずね海が凍ってないしね何だろう全然寒そうじゃないじゃん写真見てもそ,そんなん分かるかいって言われるかもしれないけど北海道で言ったらこの写真多分夏の写真にしか見えないと思ううん。 まあでもね夜は結構冷えてて、まあ、コートなんかいらんだろうみたいな感じで、一応持ってってはいたけど、フェリーに乗る時には、えー、とトレーナー1枚でしたので、ちょっと寒かったね。うん、舐めすぎた。<laughs> ね、香川を舐めすぎたね。まあ、空港着いた時はあったかかったんでね、行けるかなと思ったんだけどね、行けなかったね。うわ、寒いなーって思いながら、フェリー乗ってた。大失敗。 もし次またね冬に行くことがあれば着るものは調整しないといけないなと思いましたこれもね島がいっぱい並んでるなってなんか近くに見える島がいっぱいあるってねほんと珍しいから思わ、ま、ずこうねカメラを向けて撮ってしまうという灯台と島みたいなね このターン長えな <laughs> もう喋ることなくなってきたんだけどこのターンちょっと長いなねこれもね同じくねまあフェリー乗り場こんなんだったよーっていうのでね撮ったんだと思いますフェリーのね切符売るところねそう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 忘れてたそのこのフェリー乗り場でびっくりしたのがまあ小豆島直島に行けるっていうのは分かってたけど ああそこなんだっけ何県だっっけけ何、うん、何県県うわか岡山岡山県にもこのフェリーで行くんだみたいなこのフェリーではないけど路線が違うけどえ岡山にも岡山にも行けるんだっていうか岡山と香川って近いんだみたいなね初めてそこで日本の地理を目の当たりにするっていうなんかまあ地理に弱いっていうのもあるけどやっぱりね自分の足で行って目で見ないとわからないことっていっぱいあるなって 39歳にしてるの学びをね、そのフェリー乗り場で得たっていうね。<laughs> その岡山といえば、桃桃太郎桃ぐらいしか思い浮かばないけど、うんで。これはなんかすれ違うフェリーがいて、えー、空が赤く染まって、ビルの明かりがついてて綺麗だなとかね、そういうなんか、すごい小学生みたいな感想で撮った写真です。<laughs> 何もかもねやっぱ真新しくてまあ新鮮な気持ちでねめっちゃ写真撮ってるよねこのターン長えな <laughs> うんこれもそう同じ、うん、ビル高っかと思ってなんかね小さい島にねこんなに高いビルがあるのかっていうのがね まあそう考えると本当北海道って広いなってやっぱ北海道だとね建物がねのっぺらーっとねあのー、ただただどこまでも続く大地にポツンポツンと建物が広がっていくみたいなまあそういうイメージだけど四国ってやっぱち小さいんだなっていうねギュッとしてるなっていう、うん、ひたすらね夕焼けが綺麗だったっていうねそういう写真です。<laughs> <laughs> そうだなあとなんだろうなまあねもしかしてあとで空港の写真が出てきたこれ大失敗の話なんだけどまあ香川について一番びっくりしたこと高松空港降りて一番びっくりしたことがあの空港降りた瞬間にうどんの匂いするんだよねで空港の中に小さい空港の中にうどん屋さんが2店舗ぐらいあってあっ違う写真いったこれはね小豆島でえ夜ご飯食べようと思ってまあ なんか適当な居酒屋さんに入ってそしたらなんかメニューとかも全然何やるのか分かんないぐらいの簡素なメニューしかなくてでお酒何飲めるかも分かんなくて普段全然飲まないビールを頼むっていうねまあでも結構乗り継ぎもそうだし羽田の中ね歩き回ってもう疲れてたからビールめっちゃうまかったなっていうこれ何だったかなタコの酢の物みたいなねやっぱ 小豆島海の幸が豊富ででタコも美味しかったかなまあでもね北海道もねタコ美味しいからねタコに関して言えばん正直北海道の方が美味しかったかなうんタコの種類も違うのかもしれないけどねやっぱ水タコみたいなのがね好きだからかなうんでこれ私が一番香川で一番食べたかったものブリの刺身をここで食べてでもう 厚切りっていうのもそうだし、このね、なんていうの、血合いの部分とかの色合いとかも最高じゃんと思って、いや、あの、本当北海道で売られてるぶり、偽物やわって思うぐらい、めっちゃ美味しかった。まあ、タイも美味しかったけどね。やっぱタイいっぱい取れるみたいだよね。うん。で、これ、お店、お店出た後にね、<laughs> 取るっていうね、お店出た後に取りました、これ。 ででさっきの刺し盛りあの2皿頼みましたあの1つ食べてうわブリうますぎるなと思ってもう一回ブリ食いてと思って、まあ、もう1皿頼んでであと何だったかなうんでもそのぐらいかな食べて出ましたあんまりメニューがなかったっていうのと、まあえっと、帰りのフェリーの時間を気にしてねさささっと食べてビール2杯飲んだかでもう帰りの時間と。 夕方に乗って、多分ね、6時ぐらい、5時、6時ぐらいにフェリー乗って、でも帰りが8時とかだったんで、8時、9時とかだったんで、まあ、全然短時間しかいられなかったんだけど、まあ、真っ暗でね、何も見えないし、まあ、短時間で良かったのかなと、夜は、うん。寒かったしね。 なんせトレーナー1枚だから寒かったしねこれはもうなんかひたすらなんかなんかなんか鳥がいるぞと思って撮った写真ね <laughs> あすごいなんか鳥がいるあれ置物じゃねえ生きてるみたいなねそういうテンションで撮った写真ですね <laughs> はい <laughs> もうね本当に旅行でねテンション上がっちゃってるからもうね何でもね写真撮っちゃってるっていうあこのね水面にね光が写ってるのも反射してるのもね綺麗だったし これはね、えっと、ホテルの近くになんか地下通路みたいなのがあってでそこで発見したんだけどこれね多分全部河原なんだよね。で止まったところが河原町っていうのかな河原町河原町っていうのは原町かなっていうところなんだけどその名の通りでなんかこう河原でできたアートがこう壁一面にあってで、えー、っとこっち側と反対側と2面にあったのかなめちゃくちゃすげえと思って撮ったっていう。 でこれはね、なんかあのタクシーの運転手さんに勧められてきた公園なんだけど、なんていう公園か忘れたけど、なんでタクシーの運転手さん、ここ勧めたんっていうの、全然わかんないんだけど、とりあえず来てみたんだけど、えー、来てもよくわかりませんでしたっていうタヌキの置物がありましたと、そういう写真です。<laughs> ね、なんでタヌキなんていうね。<laughs> でもほんとねこの公園で1時間ぐらい過ごしたんだけどあのずっと頭の中であのタクシーの運転手さんなんで私にここ進めたんって思ってた、うん、でねお花が咲いてるやんっていうお花が咲いてるやん12月末にっていうそういうテンションで撮った写真ですこれはお花生きてられるのっていうねそういう衝撃で撮りましたはい <laughs> もうただただそれだけ うん、これはあれだねさっきのうんと1泊して翌日の朝早朝ね時間あったからこの時はねまだ仕事来てなかったからね早朝だったからだからちょっと散歩しようと思ってこのホテル周辺の写真ですちょっとその公園まで散歩してで地下通路で河原見てすげえなーってなってただホテルに戻ってふーって一息つくまでの間の写真だね こう見ても都会だよねあまあねオホーツクに住んでるとね都会のなんていうのレベル設定がちょっと低めに設定されてるから <laughs> 余計そう思うのかもしれないけどわあ都会だなーって思って歩道橋もなんか古いなーみたいなね、うん、そういう感じで撮りました、うん、なんだろうなー まあ、高松でて、まあ、聞いたことはあるけど全然どんな町かも想像してなかったけど、うん、なんか結構思ってたんと違うなっていうのはあるよねミニストップミニストップってなんじゃいと思って撮った写真だねこれねミニストップってなんじゃいっていうオホーツクにねえぞっていうねたまに聞くようなせばミニストップのなんかデザートがさあみたいな話はんかツイッターとかで見るよなみたいな。 そういうレベル感で撮った写真ね。ほんとね、天気良くてね、カメラ持ってたらね、何でも撮りたくなっちゃうんだよね、なんか。で、これが、フェリー乗り場の近くにある、たまも公園っていう、なんかお城があって、まあ中には、なんかちょうど、なんとかかんとかみたいな、年末だからかわかんないけど、入れませんってなってるか入ってないんだけど、お城の方には。で、たまもって言えば、なんかあれじゃん、地獄先生ヌーベのさ、あの、妖怪のさ、妖怪の先生のさ、 玉も先生思い出してさ。っていうことはここはなんかキュービの狐とかなんかそういうなんか狐のあれにちなんだ伝説があるのかなとか思いながらね何も調べずにね、えー、通り過ぎましたよなて。うーなんかすげえ実がなってるっていうねそういう写真ね <laughs> 冬なのに実がなってるもうずっとこのテンション冬なのに何々っていうね。 冬なのにまるまるみたいなもうそれで全部感動してそのテンションで写真撮ってるだけなんで本当申し訳ないねはい <laughs> 本当申し訳ないっていう感じでこれね石垣ね石垣ってすげえなって石垣そういえば見たことないかもしれないと思って撮ったんだけどこよく見たら大きさも形もすごいバラバラな石がこう積み上がさって 積み上げられているのになんかガシッとしてて崩れないんだなっていうねなんかあのお城の石垣ファンみたいな石垣マニアみたいな人がいるっていうけどなんかちょっと気持ちわかったあこれはなんかちょっといろんなところの調べたくなるなっていうまたまたねもう徳島行けないのかーってなってあうん小豆島行こうってなってねうん ようこそ香川へって、まあ昨日、昨日も来たんですけどね、と思いながらえ撮りました。はい。<laughs> こんななんか可愛い看板、ここにもあったんだ、みたいなね、感じで撮ってます。はい。<laughs> 前日行ったときはあの、タクシーで行って、まあ、暗かったんでね、あんま周り見てなかったから、いや、これ動画にもあった、これね、写真だね。 なんかね夜行く時と乗る場所ちげえなっていう乗る場所違うんだみたいな感じで撮ってますはいはい乗りましたそう昼間に乗ったらフェリーの上があるんだっていうことに気づいてねえ上に椅子あるしここれ最高やんけ ロケーションっていうのでえ上来たよっていうね全然その夜行った時は全く気づかなかったからもう夜解放されてないのかなされてんのかちょっとわかんないけど上から眺められるんだったら眺めようと思って <laughs> もうねほんと天気が良くて。 ななんだろうな、まあ、私何でこれ香川に来たかっていう話ずっとしてないけど、あのー、結構子どもの頃からなぜだか香川県に憧れてて、まあ、香川というよりかは瀬戸内の地域っていうのかなにすごい憧れてて、まあ、将来的には移住もしくは移住しないまでも、まあ、一度は訪れてみたいなと思ってたっていうところで。 まあ香川来たんですよで何だろうなこれ小豆島のマップかな、うん、で香川来て、まあ、やっぱねずっとね憧れてたという割には別にねその土地に何があるとか調べてたわけじゃなくて、まあ、漠然と北海道と全く違うその穏やかな海とかなんか大きな橋でつながってるとかこうフェリーで行き来するとかあの小豆島の特にね 私オリーブもブリも大好きなんで小豆島のなんかオリーブブリっていうのがあるっていうのを中学生か高校生ぐらいの時にテレビで見てオリーブブリを食べてみたいとずっと思ってたのねあちなみに前日食べたブリはねオリーブブリか何か何のブリかも分かんない多分天然のブリだと思うオリーブブリはね洋食のブリなんでね多分天然のブリ食べたなと思うな結局ね香川に来て年末っていうこともあって飲食店が全然やってなくて 飲食店やってないしやっててもまあ入っても断られるっていうのでまともな香川のご飯食べたのが、まあ、さっきのブリと多分このあと出てくるであろううどんのこの2色で、えっと、残りはねコンビニのご飯食べてましたマジでしんどかった <laughs> まあ私あんまりその旅でご飯を目当てっていうこともないのでしんどいって言っても、まあ、そんなにねなんかもうほんとこの旅失敗だったって思うようなことはね ないんだけどこれは何だろう砂浜の砂の粒の形状が北海道と似ているのかどうかわからないからとりあえず撮っておこうみたいなそういう写真だと思いますうん多分そういう写真 <laughs> まあとにかくでまあねちょっとなんだろうな ま2021年の年末ぐらいから体調崩し始めてで2022年の夏6月ぐらいからあ本格的に体調悪くてあんまり仕事できないぞっていうので、まあ、そっからね半約半年12月末まで。 まあ思いい悩んでいてでそれが本当の体調不良なのかまあ、メンタルから来るものなのかちょっとわかんなくて、まあ、とりあえずじゃあメンタルと仮定してあのメンタルの回復を図るために憧れていた香川に来てみようみたいなそういうテンションで一人旅したんだけどまあ結局ね、まあ、このあとまた動画にツマログで出すんだけどあのメンタルじゃなくてガチの体調不良だったっていうので。<laughs> <laughs> じゃあこの香川の旅は何だったんだっていうねまあでもねリフレッシュできたんでよかったんですけどねあの今の仕事始めてから、えー、と2日以上休むっていうことが1年のうちに多分1回2回あるかないかぐらいの勢いでこの数年働いてたんで年末年始20日間ぐらい休んだのかな2週間ぐらいかなうん休んでねこうやって普段見れないものを見て なんか感性を刺激してめっちゃ楽しかったなっていうね,ね一人旅のいいところってやっぱあの全部マイペースに自分で何でも決めれるし突発的に行動できるっていうのがねすごいいいところだなと思うんであの私あの旅行の計画を立てて計画通りに動くっていうのがまあ苦手なので。 何も面白くないって思っちゃうので飲食店もあらかじめ決めておくとか何も面白くないと思っちゃうんでうんだから一人でのんびり本当に知らないとこ来てめっちゃ楽しかった思うままにもう自分の勘の,の思うくままに歩いて旅してっていうのがねすごい楽しかったあれあの写真出てこないなあ,あ出てきたか そうこうね、瓦屋根のお家がね小豆島いっぱいあってであの小道がたくさんあってなんか街の中が迷路みたいになってるよみたいなのを売りにしてるらしくて、まあ、この日めちゃくちゃ歩いたんだけど確かね2万歩ぐらい歩いたんだけどマジで迷路 <laughs> ここ行ったらどこ行くのか全然分からんみたいな一応 Google ググマップを頼りに歩くんだけどあの道を示してないんだよね私歩いてるとこ道ってなってないんですけどみたいなあこれはあの その小豆島の港の近くにあのギャラリーがあって、まあ、ふと足を踏み入れてみたらすごいあの私の今の状況となんていうのかなこうシンクロするような。 あのアートがあったのであのそのね作,作家さん作家さん画家さんとお話ししながらまあ一枚アートを購入しましたっていう写真ですねこれはね「えすごい道路に椿咲いてる」っていう写真ですね。はい、<laughs> えー、めっちゃ可愛いんだけどっていうただそれだけの写真。<laughs> うん そそうもう,あそう,そう徳島行く目当てに美術館その鳴門海峡の近くにある美術館も目当ての一つだったので,で、まあ、それ行けなかったからちょっとギャラリーがあったからじゃあと思って入ったっていうねでこれがさっき言ってた、えっと、2色目のうどんあ香川のうどん屋さんらしいうどん屋さんに入って、えっと、うどんを食べました。めっちゃ美味しかっためっっっっっちちゃゃ美美味味ししかかかかかたたてなんかおかずとかも なんかこうセルフでこう自分で選んで取ってみたいな、うん、美味しかったなこの横の豆の煮物も小麦煮かなもう美味しかったし <laughs> なんか天ぷらはキスの天ぷらを1枚頼んだ気がするでもこう,うどんだけで結構お腹いっぱいでああ終わっちゃったうどんだけで結構お腹いっぱいで、えー、あんまりおかずとか手に取らない方がいいかもしれないなって思いましたはい以上で香川の旅のログを終わります 皆さんじゃあまた多分後で動画を出すと思いますのでよろしくお願いいたします。